今回は超簡単だけど極上のポタージュスープ。これはフランス語でポチマロン、日本では赤川栗かぼちゃ、これは西洋かぼちゃの一種、甘みが強くてねっとりクリーミー。今回使うのはこの半分、約 420g。 皮も実もあまり硬くないので皮ごと茹でて使います。綿と種を取り除きます。種は捨てずに洗ってローストすると美味しいですよ。かぼちゃを小さめのぶつ切りにしておくと茹で時間も短くて済みます。あまり硬くないので意外に切りやすいんですよ。鍋にかぼちゃを入れて、水はかぼちゃの表面がまだ出ているくらいで大丈夫。このぐらい。蓋をして、沸騰してから約10分。フォークで潰れるぐらいになったら火を止めます。調味料不要で極上のその訳は、これハーブとニンニク入りのクリームチーズ、このままパンと食べてもとっても美味しいですよ。1個 16g を3個 48g、 それをハンドミキサーで攪拌。もうとってもいい香りがしています。最後に塩で味を整えましょう。3本の指でつまんだ塩2つまみ、軽く混ぜたら一度味を確かめてくださいね。トッピング用のくるみ少々、すり鉢などで軽く砕きます。実は今回もう一種類別のポタージュを用意しました。今作ったポチマロンのポタージュと、これは日本のかぼちゃを使ったポタージュなんです。ポチマロンが手に入らない場合のためにクリームチーズにプラスして工夫してみました。この日本のかぼちゃの約半分の量のこれ栗を足してみました。そして生クリームを約 50ml、 砂糖大さじ2杯も入れてみました。ポチマロンと同じにはならないけど、かなりクリーミーになりましたよ。ポチマロンのポタージュを器に盛りましょう。そしてくるみをトッピング。今回はスープなので合わせるのはくるみのライ麦パン。甘くて美味しい。次はくるみのパンと一緒に。うん、最高のポタージュ。